東武バス東武バスセントラル、足立営業事務所足立営業事務所所属車両東武バスセントラル、足立営業事務所は東京都足立区以降本町2丁目にある営業所である。東武バスセントラルの本社機能も兼ねている。最寄り駅は竹の塚駅、最寄り停留所は竹の塚車庫である。東武バスの公式ホームページでは、東営業事務所と西新井営業所が一つになっている。 管轄下に、西新井営業所、葛飾営業所、花畑営業所を置く。主に、東武伊勢崎線竹の塚駅から東西に伸びる路線や、西新井駅西口から西へ伸びる路線を担当している。毎時後から6本程度運行され、近隣に、鉄道駅のない花畑地区においては、最も高頻度で運転されている、主力路線である。また、竹の塚六丁目、 竹の塚7丁目バス停は竹レン系統の発着変更による廃止以来のバス停復活である。竹15から2系統、竹16から2系統は、ベルクス足立花畑中央店開業に伴い、ベルクス花畑中央店の前に、花畑5丁目バス停を設置。竹15から2系統、竹16から2系統が開設。現在は、花畑団地。 竹の塚駅東口を9時台から18時台に発車する全便が花畑5丁目経由。竹16系統は竹15系統と竹の塚駅東口綾瀬駅間の中間位置を走行する。道路線近辺には区民事務所等が存在するが不便であったことに加え、道道路が竹の塚車庫と花畑団地走車所間の改走車の通り道になっていたため、 沿線住民から東部バスセントラルに要望をされたことが運行開始のきっかけになった。花畑地区に開設された文京大学アクセスのため、2021年2月より竹16系統が花畑団地発着から文京大学発着に振り返られた。平日朝の文京大学方面、夕方の竹の塚駅方面は花畑4丁目を経由しない、 休行便も運行される。竹の塚駅と舎利地区を結ぶ路線として、後日の入谷循環線と合わせて、高頻度で運行されている路線である。石山街道経由で北西に向かい、舎利町から小倉橋通りを北上、埼玉県草加市との都県境にほど近い見沼台、新水公園駅から先、埼玉県草加市の東端である、麻町を抜け、 川口市江戸袋を終着とする。運行頻度は、途中の見沼台浸水公園駅までは、毎時4から5本程度、それより先は1日数回である。なお、トネリ町までは時間帯により、運転方向が変わるイリア循環線と同一経路で、あるため、この間においては、客の流れに応じて混雑する方向の、運転本数が、ほぼ倍増する形となっている。 1990年頃から、トネリブから先へ一部便を、都県境の先である、川口市江戸袋地区まで延長したが、同地区には、川口駅へ向かう、国際工業バスなどの既存路線が頻発している上、東部伊勢崎線総会駅へ向かう路線もあり、延長区間の需要は低迷、運行回数も前減され現在に至っている。 この見沼台浸水公園駅へ土袋一丁目間は埼玉県内であるために区間性運賃が設定されているが特内均逸区間からこの区間までを乗り通した場合の運賃は特内均逸区間と同額となっている。見沼台浸水公園駅以南に限り足立ついたちフリーパスが利用可能である。竹麗七はかつてはトネ仏端港、イリア巡管、イリアドネリも 同じ系統番号をつけていたが2008年3月30日の日暮里・舎人ライナーの開業に伴い、系統番号の変更を行い、同時に舎人につばしバス停が、見沼台浸水公園駅バス停に改称される。竹の塚駅から西へ向かい、舎人町、入屋町を経由して同駅に戻る循環路線であり、埼玉県川口市との都県境である入屋町付近が、 路線の西端部となる。時間帯によって、運転方向が反転するのが特徴である。西新井駅から、東京都道三百十八号環状七号線を、西に向かって、港北地区から小久橋通りを北上、谷在家から南西に方向を変え、加賀、鹿浜地区を通って、館七通りに入り通信し、西新井駅に戻る路線である。ループ区間は、半時計回りとなっている。 加賀さ沼地区においては、西新井駅とを結ぶ唯一のバス路線であるが、谷在家地区、鹿浜中学校付近や、環七通り沿線においては、西新井駅とを結ぶ複数の他路線が存在するため、近年は限界傾向にある。運行回数は、毎時3から4本程度である。西新井駅西口から北上、西以降地区とを結ぶ路線である。西新第二団地、 西高地区並びに、トネリ公園付近を抜けて、足立流通センターに至るが、一部の便は、移行住区センターから通信し、竹の塚車庫発着となる。流通センター、竹の塚車庫方面の運行回数の比率はおよそ2、1で、途中の移行住区センターまでは、毎時1の2本である。流通センター発着便はおよそ30から120分の、不等間隔となっている。 西新井駅からほぼ東部伊勢崎線に沿う形でお竹橋通りを北上する路線である。沿線にマンションや郊外型の商業施設が増えつつあるエリアを走る。開設当初は時間一本程度の運行で道路線を往復する車両運用も存在したが、2006年6月のダイヤ改正より一日数便に大幅減便され、 現在は西新井駅発着路線の出入古路線の性格が強くなっている。西新井駅から主に関7通り開通以前からある旧道を経由し、足立区西端の都市農業公園を終点とする路線である。1970年代までは鹿浜経由で川口駅に至っていたが、その後鹿浜用水までに短縮され、1984年の 都市農業公園開園に伴い、末端部を数百メートル延長し、現在の運行区間となった。西新井駅から終点一つ手前の鹿浜まで、国際工業バス、赤羽営業所担当の赤23系統と同一経路であったが、日暮里・トネリライナーの開業によって、赤23系統は、西新井大市西駅に接続する経路に変更された。そのため、 赤23系統は、谷在家公園、谷在家を経由しなくなったが、この西令7系統は従来通り谷在家公園、経由で運行されている。この区間においては長年にわたって停留所名称や、停車位置が事業者ごとに大きく異なっていたが、現在はほぼ統一されている。増便基調にある赤23系統と対照的に、近年は減便傾向にあり、 2009年9月の改正で、デイタイムの運行頻度を、従来の毎時3回から毎時2回程度まで、現回し、同時に深夜バスの運行を開始した。赤23に比べて、短距離路線となっている。なお、以前は、新例4の系統名で運行していた。こちらの区間便は原則として、小型車として運行されるため、時刻表には、小型車で運行の注意書きがある。 いずれも東京スカイツリータウンと周辺を結ぶバスである。いずれの路線もパスもスイカに対応しているがバス特は対象外となっている。なお上野浅草線については西新井ち、和光四季線については新座持ちとなっている。いずれも年末年始とお盆を除く平日の深夜に運行。全停留所掲載。ミッドナイトある奥期は 2012年7月1日より、運行担当が、東武バスセントラル、草加営業事務所に変更。ミッドナイトアロー吉川、三里は、2012年4月2日より、運行担当が、東武バスセントラル、草加営業事務所に変更。2012年5月10日、花畑営業所に移管。1990年頃、八塚駅近くの浅間神社付近に、 八塚駅入口停留所があり、総袋団地業が発着した。西新井、竹塚駅方面へは、瀬崎町バス停付近に乗り場があった。須津自動車製の車両が主力。CNG 車も配置されている。足立営業事務所には、自前の CNG 充填施設がないため、CNG を充填する際には、エネオス足立エリアインターターミナル SS 併設の エコステーションに立ち寄る。ありがとうございます。